この小さな装置が世界を変えた。It's one of the biggest memory market segment now. 世界中の人が恩恵を受けていると思います。フラッシュメモリーなしではもう現代社会では生きていけないような感じ。今やあらゆる製品に搭載されているフラッシュメモリー。一番皆さんが使っているのはスマートフォン、あと USB メモリー、SD カードだとか、SSD っていうパソコンのハードディスクを置き換えた記憶媒体。フラッシュメモリーの優れているところは小さい、壊れない、軽い。一旦記憶すると忘れないという、電源を切ってもデータが残ってると。洗濯機とかね、電子レンジ、こういうあらゆる家電製品にフラッシュメモリーが入ってるんですよ。全部入ってる。それでプログラムをコントロールしてる。めちゃくちゃ入ってます。車にも入ってますし全然知られてないんですけども。世界を変えたフラッシュメモリー、その技術は日本で生まれた。1985年、アメリカの経済誌でフラッシュメモリの発明者が紹介された。東芝社員、増岡富士雄。だが17年後、アメリカの経済誌の表紙を飾った増岡はこう呼ばれた。増岡の業績を正当に評価していれば、日本の半導体産業は勝利していた。そして現在、東芝全体産業超過原子力事業で数千億円規模となる可能性が、フラッシュメモリーの事業を分社化して株式を売却すると。東芝全体の利益のほとんどフラッシュメモリーで上げてますよね。それって増岡さんがいなかったらなかったわけで。アメリカ、カリフォルニア州シリコンバレー。世界有数の IT 企業が立ち並ぶ一角に、コンピューターの歴史を紹介する博物館がある。ここである日本人の功績が称えられている。 We respect Masuoka san.Masuoka san was a pioneer in introducing the first idea of a flash erase. Yeah, my whole career was on flash memory. I worked on 10 generations from beginning to end. Very good memory. It was a good time. We had fun. 30年前、フラッシュメモリ事業にいち早く乗り出し、当時の世界トップシェアを獲得したインテル。東芝が発明したフラッシュメモリをインテルが改良し、量産と低価格で成功を収めた。 I was born in Hong Kong. There are many, many very successful people in Silicon Valley that created so much wealth. And I'm sure a lot of people can afford this house.Well, that's the American dream. 増岡は現在、仙台の外資系半導体コンサルティング会社の研究所にいるという。あ、どうも。あ、よろしくお願いします。あ、はい、ちょっとじゃあ、こういうのがあるんです。あ、
速。これはあれですけどね。あ、これ先生の記事ですか。そうです。日本ではこんなようなのはない。ビジネスタイムでこういう扱いをしてま す,、すで、このフォーブスもアンサングヒーロー、評価されない、全く評価されない英雄と、素晴らしいことをしたけども評価されてないというのがこのアンサングヒーローだと。そうです、増岡さんは。ひいて言えば日本では全く評価されないヒーロー。先生これ並べてくれたんですか。あ、いや、僕一人しかいないから。あ、先生一人ですか。一人ですよ。あ、他の方はいない感じ。基本的には一人、基本的にはね。東北大学を定年退職した時にうちでやってくれっていう会社は日本ではゼロ。ゼロ。増岡さんと一緒にやりたい、声がかからなかった。ゼロ。僕のことを恨んでる人もいると思うんです。今恨んでるってのはけしからんと。けしからん。私の仕事やり方が東芝時代の。朝から怒られるわけよ。朝からね、ずっと怒ってるわけですよ。だから仕事できないもん。ずっと一日中さ、前に座らせて観察して、ずっと話をするわけ。ご訓導の時間が長いんだよ。本人も言ってたんですけども、地球は自分のために回っているんだっていうようなところがあるんですよね。俺のために世界が回っているんだと。俺ファーストという。しょっちゅう怒られてました。毎日のように怒られてました。すごい時なんかだと何回も同じことを話をされて、話しながら寝てしまうこともよくありまして、でお説教しながら寝られることはよくありました。増岡さんの普段 の, その仕事ぶりってはっきり言ってよくわからないんです。まあ普段寝てたりするんですよ。普段寝てる。課長席に座ってですね、朝来てずっと寝てたりするんですよ。何の仕事もしないで、まあ5時ぐらいになったりすると、じゃあ飲みに行こうかとかって言ってですね。朝は酒臭い匂いで入ってきたりするっていうのを見てると、その当時はなんだこのおっちゃんっていう感じでしたよね。増岡さんは3時にソムの女性に紅茶を入れてもらうわけよ。で、紅茶さ、半分か3分の2飲んで香りが足りないとか言って、あのブランデーを出してね、ドブドブ入れて。当時大部屋だったんですよ。100人ぐらいの大、ね、部屋にいてたんで、でその部屋全体が匂ってたんですね。何の匂いですか。ウイスキーとかブランデーの匂いが、酒の。そんな人他にいたんですか。いや、それがいるわけないですよね。なので非常に目立ったわけですよ。まあ非常に仕事としてはいい仕事をするんで、多めに見てたというのが本当だと思うんですよね。俺は特許としては実績があるんだということを普段からずっと言っておりまして、武器として使ってましたね。1971年に東芝へ入社した増岡は、自らの特許によって会社に莫大な利益をもたらした。パソコンで一時的にデータを保存する DRAM という記憶装置、その集積度を高める新しい構造を考えた。半導体メモリーはいろんなその層があるわけですけども、一層だとまあ平屋が隣り合わせにあると、土地の面積を食うわけですね。でそれをより密度の高いものにするためには2階建てにすると、土地が少なくて済むのでより家を建てれると、面積が半分になるんですね。でそれが後から全部インテルとのフリークロスになった。インテルは東芝の特許を使えると、東芝はインテルの特許を使えると、フリーで、ね。
1980年、増岡はフラッシュメモリのアイデアを思いつく。それは当時の一般的な半導体メモリと違い、電源を切ってもデータが残り、しかも安さを重視したものだった。それまでのメモリーっていうのは、書き換えたいとこだけを書き換えるっていうのは普通のメモリーなわけです。5番の目を想像していただきたいんですけど、その5番の目の縦の線と横の線を、それを選択してそれを書き換えるというのが普通のメモリー。しかし増岡の発想は独特だった。いや、ですから性能を悪くしたわけですよ。性能を悪くしたんですよ。従来のメモリには一マスごとの番地を示す、いわば表示板が必要だった。だが増岡は細かな番地をなくし、地域ごと一旦別の場所にコピーする方式を考えた。新たにデータを書き換えた後、元の古いデータは一括で消去する。要するにその番地という概念がですね、そこでなくなっちゃうわけですね。一マスごとの番地を示す表示板がなくなると、その分土地が少なくて済む。それによってコストが激減するのだ。半導体のデバイス作るときに、こうウエハーってシリコンの、まあ、せんべいみたいなやつですね、その中にチップをこう焼き付けて作るわけですけど、たくさん詰めようがちょっとしか詰めなくても同じ値段なんです。1ウエハーからできるだけたくさん取れば安くなる、小さくすれば安くなると。何しろ安くするだけを考えたと。1ビットをごとに書き換えた方が使い勝手はいい、だけど値段が高い。従来の機能を取っ払ってですね、セルサイズを小さくしたと。まあ非常識ですね。増岡さんは別にフラッシュメモリを考える研究を、仕事をしていたんじゃなくて、それとは全く関係ない仕事をしているときに、たまたまフラッシュメモリを思いついたんです。要するに腕の命令じゃなくて自分でやったわけですよ。自ら数十件の特許を書き上げ、事業部の部下と共に試作品を完成させた。本当に少人数でやってました。この増岡さんの最初のフラッシュの原型になるのは3人ぐらいが片手間に設計してたっていう形ですね。新しい半導体メモリをフラッシュメモリと名付け、国際学会で発表した。だが学会発表した後の品評で、こんなもん製品にならないっていうのが増岡さんの発表に対する論評だったんですね。当時は誰も新しいことが日本から出るなんていうこと誰も考えなくて、アメリカの真似するのが精一杯だ。東芝なんて僕のことなんか全然相手しなかった。あ、そういえばそうだな、インテルが来たんで驚いてましたね、東芝の人がね。増岡のアイデアを評価したのはアメリカの半導体メーカーインテルだった。Masoka-san introduced the concept of a flash memory. I just put together the many pieces that has been developed by Masoka-san and by other people ahead of me. I put it all together to make the Intel flash memory. 東芝が発明したわけですけども、そのフラッシュメモリー事業部っていうのをインテルが作ったんですね。その後先行したのは東芝じゃなくてですね、インテルなんですね。後追いになっちゃったと、結果的に。だが増岡は諦めていなかった。また新しいアイデアを思いついた。今度はメモリーセルを直列にする。は？
僕と桃富君がね、増岡さんの席に呼ばれて、これからは何のフラッシュをやるんだっていう話を、僕はね、ちょっと考えさせてくださいよって言った覚えがある最初に発表したフラッシュメモリはノア型と呼ばれるタイプ。データを記憶する領域が戸建ての家のように並列に並ぶ構造だった。記憶データっていうのは、まあ電子を人に例えるとですね、人の流れなんですよね。ノア型っていうのはですね、道路に面したところにですね、一戸建てがあると、そんなイメージなんですよね。一戸建ての家というのは、例えば外に出た廊下があってすぐに外に出れるから早い。一方、増岡が新たに考えたのが難度型と呼ばれるタイプ。長屋のようにデータを保管する部屋と部屋を直列につなぐ構造だった。難度はちゃんとした扉は1個だけ、それで隣同士をカーテンか中で仕切っていて、隣の部屋を通らせてもらって、ちょっとごめんなさいというので、それからまた隣の部屋に移ってという形になります。でスピードは遅いです。わざわざスピードを遅くするものを作る必要があるのか、みんな反対しました。また何度でも非常識をしたわけですね。何度はですね、それよりも1000倍ぐらい時間がかかったと。1000倍違いますから、何に例えればいいんでしょう。ボルトが100メーターを10秒で走りますよね。10秒の1000倍って言うと1万秒、1万秒というのは3時間、だから100メートルを3時間かかってトロトロ歩く亀とボルトの違いですからそんなんダメだよっていうのが常識でした。一戸建てから長屋状態にすることでですね、セルの大きさ、ワンルームが小さくできたと。要するにセルのサイズを小さくすることが一番大切なんだと。で、増岡さんそのことに執着したわけですね。全部基本的に安くしてるだけ。僕の仕事は全部安くしてる。性能として安くしてる。ノアから難度の切り替えってまさにそれに対応するもので、誰が見ても遅いような難度に注力するとおっしゃったので、いやだから人によってはとても呆れた難度を最初にやったのはももさんなんですよ結局ね、増岡さんにあんだけみんなが嫌がったのによくやったと思ってそうそうそう、ノアでも大変だったわ。若かったんでしょうね、多分できんじゃないかなと思って。そう、面白そうだなと。でまず実験を始めたん、4つメモリーセルをハンダ付けして直列につなげて。俺ももさんにエレベーターのとこで会ってさ、何やってんのって言ったらさ、ももさんランドセルって言って、なんだよそのランドセルってってとりあえずは動いたんだけれど、まあそれで発表もねもちろんしましたけれど、やっぱりね、難度って構造は難しいんですよ、あれはすごく。I think at that time a lot of people do not believe that it will work or it will be manufacturable, that it's worth the effort. 増岡さんはじゃあお前らこれやれよって言ったんだけど、どういうふうにやるかっていうのはね、まあお前ら考えると。こうして難度フラッシュメモリの開発チームが動き出した。でもその時はね、やっぱりこれは無理だなというのは僕の素直な感じで、まあ城田さんは増岡さんを避けていましたね。それはもう犬猿の仲っていうかまあちょっと距離を置いていましたね正直言うと。例えば朝来てね、挨拶あんまりしないと何やってんのお前とかね言われたりとかね、また嫌だなとかねそういうことありましたけどね。ある日朝行ったら、その増岡さんの席と白田さんの席の間に顔を合わさないようにプランターを置いて顔を見えないようにしたと。ちょうど植木で顔がお互い見えないようにとか置いといたんですよ、わざと。増岡さんは増岡さんでそれを笑ってる
みたいだったので、普通の人には理解しがたい関係で。篠田さんってどんな人？あ、どんな人かっていうと面白い人ですよ。松岡さんが上司じゃなかったら篠田さんは絶対に発掘されなかった人材だと思うので。いや、まずですね、篠田さんって東芝以外は勤めれないですよ。技術開発をするチームのリーダーっていうイメージからするともう全然かけ離れてゆるゆるですよ。もう天才肌ですよね。ちょっと違う意味での。毎週事件が起こるわけですよ。あのパンツ事件とかさ、パンツ事件。パンツ事件だよ。ああ、みんなやっぱり喋っちゃったんだね、それね。松岡さんね、ベージュのコットンパンツ、油で汚れてて、なんか車がちょっと途中で延故して、エンジンオイルみたいなんですよ。そしたら白田さんがロットリング溶液渡したの。洗浄液です。それで白田気がつくなって言って、おう、よく落ちるって言って、そしたら突然暑いとか言い出して、ね、目の前でズボン脱いだ。それで白田さん、何渡したのって言って、ロットリング溶液の後ろ見たら、This liquid seriously damage your skin って。しまったと思ったけど、もう遅くて、だからね、あえて何でも消すやつだからちょうどいいと思った。だから抜けてるんです。とか、篠田さん自身が個性的、言い方を変えると変な人だったので、そのカラーがそのままチームのカラーになったという。みんな言いたいこと言って、で自由な雰囲気だったんです。で、人の話をが終わらないうちから誰か別の人が言い始めて。それは何言ってもいいっていうふうにしたから、うん、だからいいことなんだけど、会議やるとまとまらないわけだから、といってね、こういう発言やめろとか、そのアイデアお前これはダメよとか、そんなことは絶対言わなかったですね、うん、みんながエンカレッジすることあってもディスカレッジしないようにっていうのは思いましたけどね、うん、ただマネージャーは必要だったわけですね、結果的に。なんとなくまとめてくれるのが桃富さんっていう方がいて、まあ影のリーダーでしょうね。篠田さんがああいう人だったので、チーム全体がバラバラにならなかったのは桃さんがくっつけた。桃富さんっていうのは学生の時ラグビーやってたってことでね、青春ドラマに出てきて太陽に向かって走ろうとかね、そういうようなイメージですよね。いろんな人がいて目標を一つにして、こうじゃない、ああじゃない、こうしよう、ああしようと。作井さんって怒られやすいんですよ。それはやっぱりそういうのが必要で。篠田さんが悪くても僕が怒られる。まあ作井さんはね、いろんな意味の世話係みたいなものだったかもしれませんね。松岡さんの世話係というようなところもなきにしもあらずで。篠田さんが原因のことなのに僕が怒られるっていうのがこのパターンとしてあって、だから僕は誰だったかな、サンドバッグって言われましたね、松岡さんのサンドバッグ。松岡さんにとっては必要かくべからざる人間になりましたよね、松岡さんのこう代弁者として。その技術に関してはもう篠田さんがエキスパートで、でもそのトータルのマネジメントは篠田さんっていうよりも作井さんも本見さんっていう感じで、苦手なところをお互いカバーし合うような的確なこうコンビネーションで、そこの上に松岡さんがいてやるっていう感じになってて、個性が強いのにすごくまとまって見えたんで。当時松岡は大きな夢を語っていた。ちょうどバブルの頃ですね、東芝にも学生が、研究所に入りたくて来るわけですね。で学生に、君はジョギングしながら音楽聴きたいかと聞くわけですよ。このナンドフラッシュメモリーを使うと耳掛けイヤホンタイプで音楽聴けるようになると、そうおっしゃったんだけど、その当時は1曲入るか入らないかぐらいの容量だったんですね。増岡の夢はさらに先を行っていた。
今開発している NAND フラッシュメモリは将来ハードディスクに置き換わる。え？ああ言っちゃったと。この NAND フラッシュメモリーでハードディスクを置き換えるんだと。僕はそれ聞いててああ言っちゃったと。かなりの人がそんなバカなことあるわけないだろうって。だからなんだあの親父はあんなデタラメなことを言って、もう非常識なことでしたね。誰も信じない誰も信じない。そりゃそうでしょ。大容量データを記憶する分野は当時磁気メモリのハードディスクが独占していた。半導体メモリは DRAM など一時的にデータを保管する分野に限られていた。ハードディスクの市場は年間5兆円規模に上る。NAND フラッシュメモリはこのとてつもなく大きな市場を狙っていた。しかし問題はコストだった。1万分の1ぐらい安かったんですよね、ハードディスクの方が。あのハードディスクが1円のところ、その当時の NAND フラッシュメモリーは1万円ですね。え、いやいや、もっと10万円かもかんない。4桁も5桁もあのハードディスクが安かったんです。ハードディスクよりも安くしないことには使われない。そのためには NAND フラッシュメモリーしかない。弱ではダメだ。ダメ。松岡さん前言ってた、これはね、なんでそういうことが分かったかという話をしてて、それはね、技術部からね、営業の方に回されて、そこでいろんな土佐回りしてね、それでいかに安いものを作るかが大事なっていうことを俺は学んだんだと。いや、研究開発部門からセールス部門に移った。セールスマンとして IBM とかインテルとか他のところにも行きましたよ。よく売れたんですか？売れないって何も売れない。売れなかった僕の時は。どんなに性能が良くたって値段が高いと売れないわけですよ、基本的に。要するに安くないとダメだ。一年ほどで営業を外された増岡は工場の生産技術部門に移動した。3年か4年間工場にいましたからね。セールスをやったり工場行ったり製造技術やったり、いろんなこと全部全部関係しますよ。これだけやったりしても誰もいないよだけどやらなかったらやっぱりフラッシュはなかったでしょうね。まあそういう苦労をして特許いっぱい書いて、本当に東芝にとって役に立つ特許も出ているわけで、松岡さんの特許の量っていうのはすごいんですよね。もう毎日毎日家帰ってずっと特許書いてたんだと。夜中書くもんですから、昼間は会社来て寝てると増岡のアイデアから始まった NAND フラッシュメモリー。個性豊かな開発メンバーは自由な発想で次々と常識を覆していく。城田さんのアイデアっていうのはその書き換えのメカニズムを変えたってことなんですけども、もう極端にですね、玄関を大きく取ったんで、その長屋にですね一気に人が入れたと。一気に人が入れるんでスピードが速くなったんですね。その技術ってウェーハーの基板側に高電圧を 20V ぐらいかけちゃうっていう方式なんですね。で、基板側にかけるのってその当時の常識的には普通はありえない。それをやっちゃうっていう仕事ですか？まあ常識外れなんでしょう同時に定員になると扉が閉まり、電子の量をコントロールする技術も開発された。電子注入量ちゃんと抑えれるということが分かったときに、これでできると。データの高速書き込みが実現し、安さに加え性能もアップした。
開発が始まって3年後、NAND フラッシュメモリの試作品が完成した。益子さん言ってたよ、城田が新しい方式を見つけてちゃんとやってくれて本当に嬉しかったけども、それは俺からは言えない自分で言えっていう。益子さんはそういうのでいろいろ変えることに何も文句言わなかったですよ。お前らいいよそれって言ってくれたんですよね、うん、さらにコストを大幅に削減する方式も開発した。長屋と長屋の間の分厚い垣根を取っ払ったと、で薄い塀にしたって言ったらいいんでしょうかね。 60% ぐらい小さくなりました。4割あのコストが安くなる、それを一番最初に東芝で開発して、しばらく2年ぐらいは他の会社が追いついてこれませんでした。そして大容量化も実現した。パーティションを入れることによって一部屋に入る人数を小分割したと、そうすると容量としてより記憶できるようになった。益子さんにしてもね、まあ、自由にやらせてくれたというのはやっぱりそういうところがあったし、うん、あんまり細かいことを、あ、全然言わなかった、あ、全然会議に出てこなかったです。出てこない、うん、開発会議というのは僕らが独自にやってたから。ものすごい本人です。そうなんですよね。だからまあそういう意味では信用してくれたのかな、益子さんも多分、うん、実際やったのみんなあの人たちだからな、僕がやれてたから城田とかあの人、実際やったのは僕がやれって言っただけだから。益子さんってじゃあ何をやってたんだろうっていう、何やってたんでしょうね何やってたんでしょうね、お酒飲んでただけかななんて言うと怒られちゃいますけども。仮説1、はい、益子さんがとっても嫌な人だったからその下の部下たちは結束するしかなかった、はい、それは当たりだと思いますよ。益子さんってね、あのマネージメントとか全然関係ないの、なんか複雑なこと考えない、うん、戦略とか作戦とか私はね、あの、ま、益子さんってマネージメント力がすごかったと思う、うん、もうやりたいことをやるために、うん、みんなを手足のように使えてた。その通りだと、絶対にやらせてた。そうで絶対に成功するような布陣を組んでた。でもこっちの人はね、それはね、できないわけ。マネージされたイメージがない、うん、本人たちはよく分かんないのかもしれないんですけども、そこはよく考えてるんですよね。あのね、見かけよりずっと部下思いよ。全然ね、それは全くそのように見えないけど、他思いなのは分かりますけど、うん、それでなんでしげさんつらかったの。え、松岡さんが志らくの時に自分は方針しか言わないから、あの お釈迦さんで、あの部下は全部孫悟空だって言われて、自分はフーフーって吹いているから部下は自分の力で、あの一生懸命やってるように見えるけど、それは部下には絶対言わなくて、部下には自由にあの泳がせてやるようにしているから。しげさん、それ本当の話？本当だよ、初めて聞いたその話。あの技術はね、うん、そういう自由にするマネージメントをしないと絶対発達しない、うん、そう、我々にまあ時として主役を演じさせてくれたのかなとは思いますね。後で考えると黒子の存在、黒子が益子さんだったかななんて思うんですよね。当時の東芝はですね、あのもう一つの電気を切るとデータが消えちゃう DRAM っていうのを集中的にやってましたんで、一時あの全世界の1メガ DRAM シェアの確か 60% ぐらいを取ったんです。まあ当時1日の経常利益が2億円くらいだと。1日の経常利益が。だが益子だけは別の方向を見ていた。益子さん、何度のことばかりしちゃってましたねもういかにこれを
うまく成功させるかということ。会社としてはそんなものに力を入れてはいけないというスタンスだったとは思いますね。まあ松岡さんがその必死に守ったというところはあると思いますね。だって我々あの当時ね、日の当たる坂道を登ってなかったから、ね、もう本当に日陰だった。日陰、うん、まあ、先輩があの伊藤君あのなんか何度やってるそうだけども、あれ本気でやってるのか聞いたらね、松岡さんと一緒にやってますって言ったら、あの人ちょっと変人ですよとかなんか言われてね。随分お荷物だと思ってた人が多いです。 D ラムがメインで全盛時代でしたから、何度にあれだけのリソースを割く暇があったら D ラムを持ってやったらっていう人は、私は直属の部下でしたから、相当そのありとあらゆる人に言われましたから、うん、別のものをやれっつったら僕はそれダメっつってフラッシュメモリーやるっつったからもう。でそれができたのが東芝ですよ。東芝で竹内さんのおかげ。竹内さんはそれを OK っつったから。松岡さんが困ったりしたような時には、松岡さんを採用した竹内さんという研究所の所長がいて、松岡君のやり方で方向性は合ってるので、それでちゃんとやればいいんだっていうふうに、竹内さんが必ずかばっているという感じになっていました。新しいものを生み出そうとしている松岡さんのそういう考え方を支持してくれる一番の最高の最大の理解者だったと思いますね。1991年、ついに NAND フラッシュメモリは製品化へ向けて動き出した。そんな矢先、だから僕、竹内さん亡くなった時、糸の切れたねタコになっちゃうなと思ったもん。松岡さんがね、抑えがないもん。他の情緒が来ることによって、まあ、松岡藤尾君もやりにくいところがあって、やっぱり思ったことをダイレクトに言うタイプですから、上の方に気に入られることはめったにないと思うんですよね。僕のことを恨んでる人いっぱいいるでしょ。だってさ、言うこと聞かないんだもん。NAND フラッシュメモリの将来性も疑問視されていた。赤字ですね。あの DRAM の影に隠れてやってましたね。1993年、増岡は技官への昇進を命じられた。技官と言って部屋を与えるんだけど、部下もいない、研究費も出ない。一番なのがやっぱり部下がないってのはもう研究できない、僕一人では。会社行って朝8時から5時までこういう机に座って、何にも人生としてね。ねえ、それよりも研究開発したいよねと。東芝に入れるんだったら痛かった。痛かった。要するに研究開発できるポジションになる。東芝で僕がやることがなくなったと。東芝で。1994年、増岡は東芝を辞め、東北大学教授に就任した。94年ってちょうど量産が始まった時なんですよね。そういう意味でちょっと意外でしたね、正直言って。だってまだこれからね、事業化も始めしてっていう時でしたからね。増岡の退社後、状況は一変する。2000年前後からフラッシュメモリは様々な用途に使われるようになる。値段も下がり、需要が一気に拡大した。こういうふうになるとは全然考えてなかったですね。そうだし、10年ですよ、
開発87年で初めて事業的になんとかなったのってね、中井ね。ほんとようやくデジタルカメラが出た時にすごく喜んだ。すごかったね。東芝はフラッシュメモリの事業で莫大な利益を上げるようになる。2004年に松岡さん、東芝に対してこう裁判を起こされた、ね、起こしましたよ。それなぜその裁判を起こされたのか。いや、それは相当対価を要求しただけです。それだけです。2004年、増岡はフラッシュメモリに関する特許の報酬として東芝に対し10億円の支払いを求める裁判を起こした。増岡さん、どうしちゃったのっていうのが、なんで訴えちゃったのよって。なんかやめてほしかったですよね、僕なんか。やっぱりそういう裁判沙汰は、彼はやっぱり自己主張が非常に強いと、ある意味で俺がというとこがあるわけですよね。全部が自分がやったような気持ちにだんだんなっていったんじゃないかと思いますけどね。裁判の話ってある種イメージがついたような気がするんですよ。いや、イメージがダウンしたと、僕はそういうふうに感じてますよ。だけど僕はね、イメージがダウンしたとしても僕はやってよかったと思ってます。で、結局裁判で増岡さんには何のメリットもない。金銭的にもね、持ち出しの方が多いもんね。訴訟の時も、私増岡さんとこに行ってて、で、フォーブスの増岡さんの雑誌見せられて、俺東芝訴えようと思うんだけどどう思うとかって聞かれたんだ。そうなんです、それは知らなかった。で、いや、エンジニアって東芝の中でもそんなにいい立場じゃないよなって。訴訟の、その記者会見の時に、もっと技術者を大事にしてくれって話したじゃないですか。僕それ聞いて、増岡さんはそれが言いたかったんだって、すぐ分かりました。報酬の少ない技術者を元気づけたかった。訴訟の請求額などは問題ではない。僕は戦うためにやってるわけじゃなくて、ちゃんと評価してくれればいいわけで。やっぱり増岡さんとしては評価されたかった。いや、それは評価されたいですよ。評価されたいっていうか、相当対価をは要求してました。お金の問題じゃない。ありがとうって一言言えばいいんだけどありがとうって言ってくれれば終わりなんだよ2年後、古巣を訴えた裁判は和解という形で決着した。技術を大事にするという方向が結果的に日本の産業を発展させると。増岡さんってやっぱりその東芝の中では異端だった。いや、逆だろうな、おそらくな。東芝だからああいうのができたんだ。やっぱり東芝という土台があったから今の僕があるわけですからね。勝手なことやらせてくれたし。全世界の3分の1以上のフラッシュメモリーをここで作っています。世界に誇れる工場だと思いますね。市場規模は3兆から4兆円だと思います。誇りですね。嬉しいです。ここまでなったと。30年かけて増岡が貫いた非常識は30年後常識になった。こちらはですね、フラッシュメモリーを搭載した大型の記憶装置でございます。フラッシュといったものがこういった部品ですね。本当に目覚ましい勢いでですね、このフラッシュを使った製品の出荷というのが伸びておりますので、特にこの近年
ハードディスクというものからですね、このフラッシュを搭載したものに大きくシフトしているということでございます。ある意味、増岡さんが言ってた通りになってる。なってると思いますね。悔しい感じもするんですけど。定期の IC カードにはですね、中にフラッシュメモリーが入ってるんですよ。あの回路が動いてんだなとか、いやもうワクワクしますよね。定期券だけじゃなくて、今クレジットカードにもあのフラッシュメモリーが入ってますね。やっぱり何がすごいかっていうと、みんなが持ってるってことですね。そんなメモリーチップは今までかつてなかったわけですよ。すごいですね。あん中にね、フラッシュメモリーが入ってるんですよね。僕たちが開発したんだよって言いたいですよね。あんま信じてもらえないかもかんないけど、まあそれを最初に増岡さんと10名ぐらいで始めたっていうのがすごいですよね。逆にね、フラッシュがなかったらどうなっちゃうんでしょうかね。もうちょっと考えられないですよね。ひょっとするとスマホがこれだけ世界中に浸透しないかもかんないですよね、フラッシュがなければ。東芝が生んだもので世界が変わったんですね。本当にあの皆さんに東芝を辞められましたよね、うん、ほとんどの面、はい、ほとんどいなくなりました。ナンドフラッシュの開発のオリジナルメンバーの一人というふうに認識されていて、ものすごくリスペクトされるんです、海外に出ると。ただ日本はそうじゃないですね。あの年功序列ですから。 DRAM のメンバーのところからフラッシュのメンバーに来るわけです。で、年が上だったら彼らが上司ですから。最初に辞めたのは有留君だったかな。その後で僕とか作井君が次辞めて、あのその時の環境がね、窮屈だった。もうちょっと自由にやりたかった。He's my boss and he drinks like to drink alcohol sometimes. He was a very nice boss for me, even now. まあこう言っちゃなんですけれど、その後の僕に上司になられた方よりはずっと僕は気が張ってたんですね、やっぱりね、うん、そういうなんちゅうの、笑える話いっぱいあるんですよね、増岡さんとの間には。それがね、いい思い出というか、うん、こういう連中がいて今の東芝があるということを、それは忘れない。東芝がナンドフラッシュメモリーで今でも生きてるんだから嬉しいですよ。僕は知られなくても、もう僕はもうやることをやったと思ってるから、もう私の仕事はもうこれで終わりと思ってます。思ってますよ。